年も明けて心機一転、すがすがしい気分で仕事をしている。なんで新年早々こんなことになっているんだ。雑誌もそれに合わせて大特集号とか作るからだ。まだ要領も何もわからないのにこんな短期間で準備しろとか。作家がネーム直しを納得してくれない。今のままでいくと不十分だと思うんですよね。この場合少し足りなさすぎだと思うんですよ。お互い意見を出し合ってですね。お前ら、高野さんの方針でネームは編集全員がと32ページ目ですが、あとは特に気になるところはないですね。企画会議の前にちょっと休憩してこよう。前の会社の担当作家にも全員同じやり方で接してたわけ。そりゃ説得失敗するわけだ。直してもらえないのは納得してないってことだろ。それができねえから余計な時間を取る羽目になる。でもおっしゃることはわかりますけど、先生が言うことも理解できるんですよね。それは実際出版されてみないとわからないんじゃ。お前今までそんな適当なことしてきたわけ。俺は編集に向いてないってことかよ。ベテラン人気作家をどうやって納得させるのかを見せてみろよ。ちょっとおいこら、少女漫画界バーヒロイン一ノ瀬大先生に対しての。もうそろそろ俺胃に穴が開くかも。使用電話じゃねえ、多分あれ彼女。ごめんね、メールでもよかった。りっちゃんの声聞きたくて。でもお正月に会えなかったから久しぶりに会いたいし、じゃあ会社に行った方がいい。企画会議そろそろなんだけど。昨日あったでしょ、取締役がこんなところで何してるんですか。正月の餅超うまかったって。伊坂さんとうちの親って知り合いだったんですか。それは勝手に親が。就職のこともすげえ心配してて相談されたし、父が伊坂さんに就職のことを相談したって。お前がここにいるのとそれは関係ねえから。部署はともかく、ここに移れたのは自分の実力だと思っていた。ほら会議行くぞ。高野さんはこんな気持ちが浮ついたまま会議に出るの。今回この作家はうちでは初コミックスになります。編集的に部数どれくらい考えてる。この作家の他社での売上データでは。他社のデータではそうなってるが、今回の収録作品はどれも20作品中上位5位以内に入って、この作品は著者の前の作全然面白いと思います。今日一日すごく長かった。うわっ、ぼーっとしてんじゃねえよ。お前酔っ払った方がベラベラ喋るからな。いつまでもぐちぐち悩まれて仕事に支障が出たら俺がめんどくせえん。あのさ、七光とかコネとかそれ利用してとっとと前に進めばいいんじゃねえの。俺無駄なことでぐちゃぐちゃしてるやつ大嫌いなんだよ。いきなり 100% とか無理に決まってんだから、一個ずつ確実にこなして自信にしていくしかねえだろ。仕事ができて自信がある人だから言える言葉であって、小さなことですら本当にこれでいいのか判断できてない自分が、そんな状態で自信とか。今日の企画会議の発表よくできてた。これって励ましてくれているんだ。大変ご迷惑をおかけしますが、今しばらく公共の場所ですよ。分かってんですか。分かってるから今したんだろう。何でもないなら聞かないでください。俺が一緒にいたいんだよ。言ったら高野さん、何するか分かったもんじゃないです。マンションは坂道を少し登ったところに。どうせ行きますなんてセリフ言わねえだろうから。何ですかそれ。ちょ、話してくださいよ高野さん。嫌なら今すぐ手を振り払って去ればいいだけなの。それすらしないでバカみたいにドキドキして。マンション間違えたかと思った。っていうかこんな寒い中外で待ってるとかないから。隣の人。いやそんなんじゃなくて。そんなって何よ、ひどい。女の子一人で危ないって。大通りまで出てタクシー捕まえるから。それでね、泊まったホテルがすごくてね。どうしよう、絶対にあれ勘違いしてる。誤解を解かないと。別に俺と高野さんは恋人でも何でもないし、逆に関わりたくないのなら他にやるべきことがあるんだから、その方が俺自身のためになる。餅いりませんか。正月うちでついた餅です。俺一人じゃ食べきれなくて。このままだと捨てることになるんでもらってください。冷蔵庫に入れとけばいいの。さっきの女の子ですけど、変な誤解されるのもあれなんで、一応昔からの知り合いなんです。悪い、今から出かけるからもういいか。今からってコンビニですか。本当に何でもないんです。俺もあの子も本気になんかしていないです。互いに一人っ子だったから兄弟みたいなだけなんです。ただ仲いいだけで、このクソ寒い中。お前そういうの鈍いからな。俺と高野さんは恋人でも何でもないんだから、これ以上深入りしたくないのは本音で。昔あの子に告白されました。ずっと好きな人がいるからって。横澤さんの家に行かないでください。俺は
お前の10年間を知らない。いつも人を罵倒してばかりのくせに、あんまりにも俺を大事そうに抱きしめるから、今まで生きてきてこんなにもドキドキしてしまうのはあんただけだって。なんか文句あるのか新人。ただ先生に対してここつまんないから直して。言うべきところははっきり言え。それでこれが上がってくる。つーか自分の担当のネームをとっとと直せよ。あ、お世話になっております丸川書店の小野寺です。すみません、正直そのままだとつまんないんです。でも本当のことだし、きっと武藤先生は乗り越えてくれる。小野寺、つまんねえからとか間違っても他の作家に言うなよ。どれ通用すんの。様と吉川千春くらいだから。本当に欲しいものはいつだって手に入らない、そう思っていた頃が。二日酔いの場合サボる理由は何て言えばいい。お前は俺の世話係じゃなかったのか。世話してくれる人が欲しいなら家政婦を雇うか。お前が結婚したら俺もしてやる。私はあなたがされるまではしません。ご自分でできることを何でも私にやらせるのはやめてください。なんでわがままな作家どもの本作るために編集の仕事自体を全否定しているのでは。でも大学出て無職だと体裁が悪いから。投稿作品の一本でも書き上げてみなさい。俺は昔から本能でいい本か否か見極める才能があるんだ。それよりとっとと服を着ていただけませんか。急に用ができたので父に車を出してほしいと。父は今日休みだったので捕まらないようで。旦那様に仕事を頼まれるなんて光栄なことです。我が家は旦那様のためなら何でもしますよ。今日から龍一郎坊ちゃまの遊び相手ですよ。朝比奈の父親が経営していた会社が倒産。事情を聞いた親父がうちで雇うことにしたそうだが。飽きたら捨てればいいか。俺がこいつを守ってあげなきゃ。うっかりにも程がある。気がついたら俺は。おいカオル、ネクタイうまくできない。いつ絶対気づかれてないと思ってるだろうな。好きな男が自分の親父を好きな場合、俺は不毛な恋をしている。つうか社長の息子ってマジ楽でいいよ。こっちはいくら頑張ったしか担当させてもらえないのにさ。1位取ったのは大物作家じゃ。売れる本の一冊でも作ったらどうです先輩方。ああうぜ。とっとと作家デビューして会社辞めて。現に鳴かず飛ばずの作家が俺の担当になった途端売れたし。秋彦様はもうそろそろ学校からお戻りになると思いますので。伊坂さん、今戻りました。どこでもいいから出版社に投稿しろ。世の中には大金を積んでも欲しくてたまらないものを当然のように持ち合わせている人間がいる。嫉妬や羨望を通り越して諦めを叩きつけられる。いや、こんな時に会うタイプじゃねえよ。どうせ空見たことかとか一周して終わりだ。そばにいてさえくれる。こいつは何も言わなくてもすぐに気づく。思ったより弱ってるかもしれん。昔からこいつと一緒にいればなぜか元気になる。本当に欲しいのは。やめなさい。いつも私を困らせることばかりして。はい。おい、電話なんか後にしろよ。はい、旦那様ってキモいんだよ。そんなに親父と話すのが好きなら親父の秘書にでもなればいいだろ。いや、俺のおもりをするくらいならやめちまえ。私のような世話をする者がいなくなって困るの。そもそも本来何でも一人でできる俺に世話係なんてものは必要なかったんだ。何かでつなぎ止めておかないと。3週間前の謝罪ってすげえ今更感が。そうだ、こんな時こそ会社なんだから特権乱用して。確かにいきなりキスしたのはまずかったかもしれないが、その理由すらあいつは聞こうとしないで。俺は何も悪く。お取り込み中失礼します。あら坊ちゃん、それ雨どころですね。懐かしい。昔奥様が鳴子ゆりだ。これどうしようかしら。奥様、あいつ今までずっと持ってたってことか。だけどそれを今日返しに。あいつさっき何も言ってなかったろ。っていうかなんでそのことを俺が知らない。というかなんでここが。お前の親に聞いた。タオル持ってきます。何、俺に関わりたくないのか。自分一人でできないかと考えた末の選択です。そんなこと俺は聞いていない。俺は許さない。私はあなたが好きなんです。ですから離れたいのです。親父のことが好きなんじゃないのか。もちろん旦那様は我が家の命の恩人です。私の気持ちをあなたは知ってからかったからです。あなたはもうお忘れになっているでしょうが、お前が俺に思ってることは俺がお前に思ってること。お前は俺のことを何も分かっていない。それは多分好きすぎて絶対に叶わないものだと思っていたから。周りは俺をそういう人間だと勘違いしている。そばにいることが当たり前だと思っていたから。私のことを考えてくださったことがとても嬉しくて、私はあなたに守られていたんですよ。実際
仕事をして私は教職の方が向いていると分かりましたので、龍一郎様も早く作家になって円満退社してください。お前さ、昨日来た丸川文学賞の応募作品読んだか？じゃあ後でぜひ未来の巨匠の作品読ませてください。朝っぱらから何睨んでんだよ。前から気になっていたんだけど、二人は何のお仕事してらっしゃるのかしら。ほら、物騒な世の中だから。何か騒音とかでご迷惑をおかけしましたか？決して怪しいことはしてません。ただちょっと夜の仕事じゃなくて夜も仕事でしょうが。今度ぜひ毎月月末発売月刊エメラルドを読んでみてください。お前午前中までに仕事片付くんだろうな。漫画家中心のパーティーは初めてだ。あなたこの間あんちゃん一人で返したって本当なの？俺今仕事中、切るよ。仮にも婚約者に何かあったらどうするの？あのね、一応言っとくけど、ちゃんとタクシー乗るまで見送ったし、今まではっきりちゃんと断っただろ。相手のお家柄も彼女自身もあなたにとって申し分ないでしょ。今日あんちゃんお友達の結婚式に行ってるそうなの。あんちゃんにはオッケーって返事しておいたから必ず行きなさいよ。母さん本当に仕事で無理だから。今時婚約者とかありえないだろ。あの時ちゃんと婚約のことも含めて断ったし、幼馴染だし、別に嫌いなわけでもないから、まだ婚約の話が彼女の中で生きていることになっているんだろう。一応会社のけじめとして言っとく。可愛い可愛い彼女とはだから好きなだけ食べれよ。早く高野さんを引きずり下ろすにはどうしたらいいのかと思いまして。新年会の注意点教えてやろうかと思って。新年会の注意点教えていただいてもいいで。まさかタダで教えてもらえるなんて思ってないよね。高野さんたちもう会場入りしてるのかな。丸川書店エメラルド編集部、激しくあの一段の仲間とは思われたくない。超ヒット漫画雑刊の伊集院先生とジャプン編集長よ。吉野さん、今日はいらしていただいてありがとうございます。先日も原稿お疲れ様でした。うちにもやっと新しい編集が入りまして。吉川千春って男だったのか？吉川先生って男だったんですか？で、他に漏らすなよ。うちの雑誌で一番乙女な漫画描いている作家さんですし。そうだ、今晩は小野寺くん歓迎会で飲み明かす。編集は飲食禁止なんで。挨拶するところあるからまたね。高野さん、ああいう時はフォローしてくれて。そう、性格悪い。子供扱いしないでください、失礼な。とりあえずお前んとこは一ノ瀬さんと吉川さんに挨拶させ。俺他の作家さんに挨拶してくるんで。力入れたいならフェアの企画ぐらい出してこいよ。そっちが売る気もねえ本営業に押し付けられても困るんだよ。こいつがフェアやりてえっつったから企画案作らせて打診したんだよ。そしたらお前の上司がフェアするには作家が弱いとか難癖つけて、営業内部のことはてめえでどうにかしろよ。こいつの仕事ちゃんと見てんのかって言ってんだよ。いや作家さんだらけだと書店は緊張しますよ。アニメイトの草川。俺をちゃんと仕事で無理ってはっきりメール送ったのに。みっちゃん、先生方二次会会場に案内してあげて。本日はありがとうございました。じゃあ今度飲もうね。しかも長時間作り笑いしてたせいか頬が痙攣している。あのさ、見てわかると思うけど今の今まで本当に仕事だったんだ。りっちゃん、私はっきりさせときたいんだけど。だって周りもそれで納得してるし、私もそれでいいと思ってるから。今までいろんな男の子と付き合ってきたけど、やっぱりりっちゃんじゃないと嫌なの。確かに昔断られたけど。あんちゃんには前も言ったと思うけど、親にも婚約の件は断ってる。それって中学の時からずっと好きだった人。でも私のことが好きなのかなと思ってた。それも違うし。喋ってねえで仕事に戻れ。会場の片付け人手足んねえんだよ。さっさと来い。お前が中途半端に優しくするから相手も諦めきれねえんだろ。高野さんと二人きりになると沈黙が続いてしまう。さっき電話したら途中から泣き出しちゃった。まあ婚約者のことを知った時俺もさすがにショックだったけどな。違うと思ってるのはお前だけみたいだけどな。お前が留学した後言ってた予備校で留学した金持ちな奴に婚約者がいた。詳しいことは何も知らねえし。だからそれは元はといえば高野さんのせいで。だから盗み聞きしないでください。あれはあの場の雰囲気でそう言わざるを得なくなって。俺は今好きな人なんかいません。再就職したのも自分のキャリアを上げるためです。だからもうつまらないことで俺をいじるのはやめてください。ちょ、高野さん、勝手に入らないでください。帰ってください。お前がどうしたいとか関係ない。昔みたいにいきなり消えたりしないよう、ちゃんと口開けてキスできるようになった。そんなこといちいち覚えてるんですか？たかがキスくらいでどうしてこんなに体が熱くなるんだろう。でもひょっとしたらそうなんだろうか。でも、
もしかしたらそうなのかもしれない。もう昼ですよ。俺会社行くから帰ってください。俺は仕事に生きるって言ったでしょ。朝取り込んで帰ったら畳むんで。いつ来るとか分かってりゃ俺だってちゃんと片付けますよ。お前の部屋初めて入った。ちょっとほだされかかったけど、やっぱりこれは恋。千佐さん、美しさは罪。俺も今来たばっかりなんで。なんか顔色悪いっすよ。え、朝帰りって何ですか。千佐翔太30歳。ついこの間まで憧れの王子様だった。疲労困憊の状態でこいつは眩しすぎる。今さら可愛くぶってんじゃねえよ。俺、千佐さんとこういうことすんの毎回ドキドキしてるんですけど。千佐さんはどうして欲しいですか。ユキナは俺にとって理想の塊で、素直にこの状況を楽しめばいいのに。不安になっている自分がここにいる。簡単なのを作りましたけど、今食います？仕事大変そうっすね。でも考慮終わったからちょっとはマシに。あ、でもそれはこの友達に教えてもらったんで。まあ普通女友達の一人や二人いて当然か。久しぶりに会ったんだし、どっか行けばよかったんだろうけど。行きたい展覧会が最終日なんです。遠方の作家が上京してくるんだ。付き合い始めてそう時間は経っていないけれど、さすがに悪いとは思うけれど。仕事なら仕方ないですよね。ああ、すいません、テレビつけてもいいですか。どうしてそんなにあっさり諦めるわけ。まあ原因は全部俺なんだけどさ。どうしてとか、いつも仕事ばっかりとか。ユキノはなぜかそういうことは一切言わない。ひょっとして俺あんまり好かれてない。好きじゃなくてもできるよな。それにチャラチャラしてるけど、案外こいつただでさえこの外見なのに物腰柔らかで、こんなキラキラした王子様を女が放っておくわけがない。あまりにも自分と釣り合っていない気がして。でも俺の経験上からすると。ああ、中学の時習った気がする。やっぱ何百回見てもこいつの顔が好きすぎる。色とか題材とかメルヘンでいいんですよ。ちょっと前の俺とは思えねえ。このざま、相手が何を考えてようとどうでもいいとか思っていたのに。最初は下の名前分かっただけで嬉しかったのに、触ってみたくなって触って、今じゃユキナを全部独り占めにしたくて。理想の塊が目の前にいたら、裏を返せば単に俺のこと好きじゃないんじゃないの。それで別れる羽目になったらどうすりゃいいんだって。いい年してんだからうまいこと立ち回ればいいだろうに。どうすればいいのかわからない。恋ってどうすればいいんだっけ。と言ってもまだ正式決定じゃねえけど、会社としては本が売れるチャンスだからな。まさかアニメのオファーが来るとは思ってなかった。好きで始めた仕事だけど、好きなだけじゃダメだっていう焦りもある。でも自分は普通の人間だって自覚はあるし、努力でどうにかなるのなら人の倍頑張ればいいだけの話だ。さすがにこのままじゃまずすぎる。普通こんな状態なら愛想つかされて当然だよな。深夜2時に家に来られても迷惑なだけだろうし。そういうことで式は海外でやることになったから来てくれよな。一応帰国してから詰めてパーティーでもしようと思ってるから。ただでさえ最近周りが結婚ラッシュで祝儀貧乏なんだよ。お前もとっとと結婚してお祝いしてもらえよ。なんつうか簡単に言うと、お互い仕事やら何やらで結構な間すれ違ってばかりで。でもさ、お互いいいところも悪いところも分かり合ってたじゃんか。一度すれ違うともうダメ。私生活が仕事に食われるだろ。メールとか電話じゃなくてちゃんと顔合わせて会話しとかねえと。ユキナも失いたくない。このままじゃ今日は確かバイトが夜シフトのはずだから。というか俺から誘ったのってこれが初めてかも。時間取れなくてごめんと言おう。早くダメになってしまいそうな気がするんだ。よし、今から行けば余裕で間に合うな。俺今からさ、時間くらい使用で抜ける。山田先生が今やってる原稿一からネーム切り直したい。ネームなんかとっくに OK して今作業中なのに。なんでこんな時に。このネームじゃ全然ダメだろ。この作家ならありえる。メンタル弱い人だからな。とにかくテンション下がりきる前に対処しとかねえと。少し遅れるかもってユキナに電話しとこう。もう電車に乗ったのか。ていうかなんで留守録設定してねえんだよ。普通の人間ならどっちを優先させんのかな。何を捨てても恋人のところに駆けつけんだろうけど。ここに来るとき地下鉄が事故で遅れるって言ってたんで、俺もそろそろバイト先に行かないといけないんで。原因が全部自分にあるのは分かってるけど。じゃあさ、お前のバイト終わった後とかは。昔はこんなことが不安になるなんて
思いもしなかったこの年でどうしてこんなにジタバタしてんだか。結局連絡もせずに来てしまった。何でもいいからユキナと話したい。それでこの不安を消し去りたい。ユキコーン、待たせてごめん。じゃあ行こっか。うん。待て、そっちは、あ、その方向は